電源じゃない。爆発した。どうもピーチスと申します。ようこそアンダーテイルというゲーム、こちら本日も実況いたしますが、前回はこちら今いるコアという発電所の中のおそらく最後の間のあたりまで来たんじゃないですかね。でこの左側の扉を進んだら前回あいつに出会ってしまったと、ちょっとモザイクをかけていたんですが、そこでゲームを終了しました。でちょっとこれ右側のエレベーターは何なんだこれ。うん、あこれショートカットか、戻ってくるためのやつだわ。じゃあこっちが進むということで進んでいきましょう。さあモザイクはメタトンでした。やっと来てくれたね子猫ちゃん。ついに君と僕との決戦の時だ。暴走したロボットを停止させるって、君は大きな勘違いをしているよ。故障？プログラムの修正？笑わせないでよ。これもうアルフィーがちゃんもう改造して人間を殺すように仕向けたんですからね。全ては大掛かりなお芝居さ。作り話というか演技だったの全部。そうやらせだよ。え、どういうことどういうこと。君は初めからアルフィーに騙されていたんだ。アルフィー悪いやつだったのかよ。彼女は画面越しに君を見守るうちに情が移ってしまって、君の冒険に加わりたいと強く願うようになった。ああ、それでなんか仲間になるためにメタトンに悪者になってもらったってこと。そこで君の物語に自分を登場させることにしたのさ。パズルを起動したのも、エレベーターを止めたのも、僕に君の邪魔をさせたのも全部アルフィーだよ。ありもしない危険から君を救い出すためにね。コアにあの資格がいたのもアルフィーが置いたの？何回も死んだけど。アルフィー悪いやつだったのか。そうすれば君は彼女を立派な人だと思うだろう。まあ思ってましたよ、いい人だって。実際は違うのにさ。そして間もなく彼女の最大の見せ場が訪れる。今アルフィーはこの部屋の外で待機しているよ。いるんだ。アルフィーと戦うのかな。バトルが始まったら途中で割り込んできて、僕を停止させるふりをするつもりだ。ピンチに瀕した君を助けるためにね。だけどメタトンはそうはいかないってこと。これで晴れてアルフィーは君の冒険のヒロインになる。君は彼女に感謝するあまり、帰らないでという願いすら聞き入れてしまう。かどうかは見てのお楽しみかな。いや帰ります、帰りますわ。とにかく僕はもうこんな茶番に付き合わされるのはごめんだ。ついに暴走するか、本当の暴走を見せるかメタトンが。僕には人間を傷つけようなんて気持ちはけほどもないのにさ。人間ファンクラブのね人ですから。僕はみんなを楽しませたいだけ。観客に最高のショーを披露するのがエンターテイナーの務めだ。そのためにはどんでん返しが欠かせないよね。さあやるか。あれ どうなってるの。割り込もうとしたアルフィーが入ることができなくなってる。ドアが勝手にロックされちゃった。うわ、ショータイムだ。皆さん残念ですがこの番組は本日で終了します。でも最高に盛り上がる最終回スペシャルをご用意しましたよ。どっちが死ぬかどっちが生きるかって感じですね。お、ステージがせり上がっている。ストーリーもアクションもバイオレンスも全てがリアル。新番組すぐ終わっちゃうけどな。進撃のキラーロボット、お楽しみください。おお、やるか。メタトンが襲ってきた。まあ、あ、もう早速黄色になってますね。シューティングモードになってる。分析、メタトン相変わらずディフェンス高いですね。やっぱり金属製のボディ、攻撃しても効果はない。そう、コアのレイアウトを変えたのはボクサー。モンスターたちに君を襲わせたのもね。
でもちょっと爪が甘かったな。その100倍いい方法があったよ。僕が自分で君を殺すのさ。やるか？こうか？あ、ダメだ、効かない。そんなピストルで、どういうこと？効かないぞ。ピストルで撃っても無駄だ。どうすればいいんだ？ひっくり返る？このままだと間違いなくひっくり返って死ぬことになるだろう。どういうこと？その戦いぶりを見る限り、君は弱すぎるね。この先へ進めば、アズゴアに魂を取られるよ。その魂でアズゴアは人間を滅ぼす。やばいぞ、どうすればいいんだ。戦ってもおそらく、はいはい、すごいすごい、4発与えられるのこれ。でも僕が君の魂をいただければ、そうはならない。人間を滅びの運命から救えるよ。あ、そうか、メタトンは私の魂を使って外に出たいだけなのか。あ、どうすんの。あ、そういうこと。あ、わかったぞ。オッケー、超食らっちゃったけどな。どうすればいいんだろう。普通に分析すればいいのかな。なんか耐えしのげばいいみたいな。君の魂を使って僕はバリアの外へ出る。そしてついに夢を叶えるのさ。何百人、何千人、いや何万人もの人間が僕のファンになる。よし、オッケー。あ、お、ユースをつ、やばいやばい、死んじゃう。グラマーバーガープリーズ。もう回復できませんよ。華やかなスター生活が手に入るんだ。そのために何人か殺すことになっても、それがショービズの世界というものさ。あ、電話だ。アルフィ、中で何が起きてるのか分かんないんだけど、諦めちゃダメだよ。いざとなったら最後の手段もあるし。いざという時ですよ、今が。実はね、まだ開発中の機能だから笑わないでね。メタトンっていつも前を向いてるでしょ。確かに後ろを見たことはないですね。それは背中にスイッチがあるからなの。スイッチがある。だから後ろを向かせて、そのスイッチを押せば、そしたらメタトンにダメージを与えられるようになるよ。スイッチ押しましょう。じゃあどうにかしてメタトンを後ろに向かせる。ひっくり返す。ありますよ。後ろに鏡があるよと伝えた。え、鏡？最終回だし、身だしなみは完璧にしないとな。あ、スイッチがある。どこだ、見当たらないぞ。オフになったのか。電源オフにできるんだ。僕のスイッチに触ったな。あ、どうしたオフじゃないの。電源じゃない、爆発した。Oh yes ステージだ。おお、なんだ、ロッカーだ。ああ、仕方ないな。僕のスイッチに触ったということは、僕の新しいボディを見たくて仕方ないんだね。新しい機能ってことは、そうか、変身するんだ。あのスイッチを押すと耐久性は下がったってこと。まったく、お行儀が悪いんだから。でも幸い、僕も見せたくて仕方なかったよ。だから君には素敵なお礼をしてあげよう。君の最後を、おお、華やかに演出してあげるよ。視聴率どんどん下がってる。メタトン EX、 なんだ、分析しよう。うわ、強い。弱点はハート型のコア、 おへそにあるやつか。3219。お、うわ、すげえむずい。そういうことか。動いたり止まったりか。雪だるまのかけらしかないんで、今回死ぬかもしれませんね。じゃあなんだろう、あ、敵に寝返るとかポーズを取るとか、なんか途中で言ってましたよね、メタトンファンの人が。ポーズを取ろう。ドラマチックプラス150って何。観客はうなずいた。スリル、ロマンス、バイオレンス。どうすればいいんだ。ちょいや、きついな、この、死ぬぞ、みんな死ぬぞ。煽ってやる、来いよ。お前の攻撃なんか一発も当たるもんか。
ターン中視聴率がじわじわ上がる。お、そういうことか。ちょ、どういうことだ。ど、あ、じゃ、期待外れされた。うわ、はい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 、皆さん期待外れですね。希望を捨てるな、ピーチス。決意を力に変えるんだ。見てください皆さん、これだけバディコを用意したんですよ。結局私が一番使いやすい回復アイテムはバビコだと思います。ですね、バビコ携えメタトンに。今メタトンに後ろを向かせれば長い スピーチをスキップできそう。あ、できるんだ、スキップ。メタトンに後ろに面白いものがあると伝えた。おお、こういう感じなんだね、カラーにすると。え、どこどこ。はい、やりました。どんな感じなのこういう。なるほど、そういう魂胆か。さあ、おお、こ、いきなりか。じゃあどうしよう。煽るすると敵のターン中、攻撃中に逃げ続けてればいいんですよね。だ、こう、あ、無理だ無理だ、無理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 だ。私が避け続けることはできませんわ、バビーコ。あ、むずくないかこれ、本当にガチでむずくないかこれ。じゃあポーズ取ろう。はい、傷ついた体に鞭を打ってかっこよくポーズを決めた。 HP とかも、残り HP とかも関係あるんだ。拍手が起きた。うん、これさ、これいける？無理だよねこれ。あ、死ぬじゃんこんな。シングルバービー行こう。すいませんね、ちょっとこれはいけるか。おし、よし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 、まあ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 、じゃあこれで敵に寝返ってみる。観客の方を向いて不敵な笑みを浮かべた。このターン中、観客は悪役の大暴れに期待している。突然ですがクイズです。キーボードは持ってきたかな。作文を書いてもらうよ。何？メタトン、お尻？お尻。言葉数は少ないほど印象に残る。うん、何？おお、アトル何かに使うの？どうしよう。じゃあポーズを取る。すごいいい音楽だな。はいはいはい、どうする、見せてくれる？あ、これ弱点だ、弱点弱点、カモンカモン。いや、ちょ、これが弱点なんだけど、長いな。そろそろシングルバビコを使いたい。お、爆発したぞ、バビコ。普通のバビコですこれは。はい、マロバのウォーミングアップさ。チョイス。攻撃回数よ、コメダトンの攻撃回数よ本当に。どうしよう、まあ、敵に寝返ってみるか。こうやっていろんな行動取ればいいんだね。うんうん、悪役の大暴れ。ダンスダンス。あ、止まる。あ、これ止まってる。止まってるだけじゃダメじゃないですか。どうすんの。あ、今のミラーボールは大丈夫、もしかして動いても。あ、メタ飛んだ。そうですね、じゃあポーズ取ろう。よし、うなずいた。ついてこれ、無理無理。だってこれ、これ、あ、やっぱ大丈夫なんだ。あ、ちょ、無理無理。難しいなバビコ。うん、全然今までの攻撃、え、こうこうこういう感じ、こういうことか。オッケーオッケーオッケー。なんかあれみたいだな、ボンバーマンみたいだな。敵に寝返った時は何なんだろうこれ。これがまだ分かりませんね。うん、うん、熱くなってきた。むずい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 。ちょっと行動が間に合わない。これは煽ってみるか。じゃあ久々に、お前の攻撃なんか一発も当たるもんか。うん、視聴率がじわじわ上がる。休憩？あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。このタイムはずっと視聴率上がるんだよね。煽ってみよう。はい、一発も当たるもんか。オッケー、距離を感じる。ハートとハートの付き合い、あ、そうですね、それがいいと思いますよ。うわ、ちょっと食らっちゃったな、期待外れ感が。よし、ハートハート届かない、届かない、君のハートに届かない。ちゃいちゃいちゃい、ちっ、おしおし、腕が
メタトンの腕がちょっとバビコかな。腕の1本や2本、足さえあれば大丈夫、余裕で勝てるぞ。え、むずいじゃん。あ、いやー、ちょい、逆再生。あー、まだまだ。これはこっちを狙っていけばいいのかな。うわ、無理だ。これバビコ消費祭りになってる。Show must go on。 いやー、きつい。ちょっとそろそろポーズ取ってみるか。いくつになればいいんだ、視聴率は。もう適当よ。どうぞ、しつこいな。君はそんなに人間を滅ぼしたいの、それともとことん自分を信じてるってこと。人間を滅ぼすような結果になるとは思えないんですけれどもね。きついな。じゃあ煽ってみようか。煽ってみよう。こんな状態で煽るって、はは、立派だね。残念だけど君か僕どちらかが倒れることになる。でもどちらが勝つかは君にも分かってるはずさ。さあ、スターの底力を見せてあげよう。あ、いいですよ。何、そんな足技が、おし、おお、足がなくなった。もうボロボロですよ、メタトンは。じゃあそろそろ敵に寝返ってみる。このタイミングで、意味わかんないよね、観客にしたら。へえ、君は自分がスターだと思ってるの？君が人間たちを守れるの？お、もう、あ、一方的かと思いきやよ。よしよし、どうする。ちょ、バビコ使わせてください。これきついんだよ、本当に無理、今の。もう喋んなくなっちゃったよ、メタトン。はい、まあ、こいつらはまあ、ここでポーズを取ろう。勝ったぜ。うなずいた。あー、これきつい。アス。あー、もうグラマーバーガーしかないよ。グラマーバーガープリーズ、グラマーバーガースポンサー商品。何それ。はい、ちょ、やばいな。青敵にポーズを取ろう。よし、拍手が起きた。来るぞ、ビリビリ攻撃。フェス。あー、死ぬ。長いな。メタトンの匂いがする。まだダメ。このタイミングで寝返るって意味わかんないけどな。見て、視聴率がすごいことに12,300。すごい。人口の10倍見てるみたいな感じになってますけど、10倍じゃないわ、100倍か、見てることになってますけれども、番組史上最高記録だ。それではここで視聴者からのお電話コーナー。お電話、ラッキーなファンとメタトンが電話でおしゃべり。僕が地上に行く前の最後のチャンスだよ。まだやるつもりなのか、やばいよ。それでは早速お迎えしましょう。電話だ。もしもし、お電話ありがとう。番組は今日で最終回です。コメントをどうぞ。なんか別れを惜しむコメントなんじゃないですか。この音楽ですよ、やっぱり。あ、もしもし、メタトン？え、オペラの音楽ですね。君の番組大好きだったよ。この語尾はメタトンの親友ブルッチじゃない？ナプスタブルーク、3人でパフォーマー目指してた時からの。
平凡な毎日だったけど。やばい、なんか感動するんだけど、これなんだこれ。テレビで君を見てるとこっちまで楽しくなれた。本当に今日で終わっちゃうの？寂しいよメタトン。まあ、視聴者、ただの視聴者だ、ないですよねメタトンにとっては。あ、ごめん、喋りすぎちゃった。はあ、あ、待って、ブルッチ切れちゃいました。はあ、ではもう一人お呼びしましょう。まだ一人、シャイレーンかな。メタトンの番組に元気をもらってました。メタトンの出ないテレビなんていらない、視聴者のみんなからだ。僕のメタトン色の心は悲しみのメタトン色に染まってます。わあ、みんなありがとう。はあ、とても嬉しいよ。まあね、改心してくれるかメタトン。あと HP3 だけど私。ねえ子猫ちゃん、どうやら僕はもう少しここにいた方が良さそうだ。人間にはスターやアイドルがたくさんいるけど、モンスターには僕しかいない。僕がいないと地底の世界は光を失ってしまう。誰にも埋められない穴が開いてしまう。だから地上デビューは延期するよ。それに思った以上に君は強いって分かったしね。バビコの力だけどな。その調子ならアズゴアの城を突破できるかも。君ならきっと人間たちを守れると思うな。ははは、実際こうなってよかったのさ。実はこの姿だとエネルギーを大量に消費しちゃうんだ。やっぱ試作段階だからまだ改良すべき点があったんだ、エネルギー問題と。だからもうすぐ僕のバッテリーは切れる。そしたら僕は、でもいいんだ、僕のことは心配しないで、視聴者の皆さんが悲しみますよ。大人気のメタトンが死んじゃうんじゃないの。君ならきっと最高のスターになれるさ。視聴者のみんなもありがとう。今日の主役はテレビの前の君たちだ。わあ、なんかいやすごい、今日一番感動したかもしれない。あ、やっと鍵が開いた、二人とも大丈夫。おいアルフィー、お前ちょっと話があるわ。ちょっとおい、嘘、大丈夫なの？メタトン、しっかりしてメタトン。大丈夫なのメタトンは？笑ってる？よかった、バッテリーが切れただけみたい。メタトン、あなたがいなくなったら私、まあ生みの親というか、まあ友達でもあるんですよね多分ね。魂の時から会ってるわけですから。うん、まあ別にどうってことないけどね。だってロボットだから、もし壊れたっていつでも。いや、魂が宿ったロボットですから、そう、魂なくなっちゃったらもう無理ですよそれ。別のを作れるし。先に行ってて。でも別の作れないですよね多分、バッテリー切れだ。ちょっと一人にして、先に行っていいのか。ここ行ったらもう城なんじゃないの。え、 HP3 しかないけど。ああ、アルフィー大、よかった、戦わないよな。お待たせ、じゃあ行こっか。ついてくる。何、すごい距離感、なんなのこれ、距離絶縁。もうすぐアズゴア王とご対面だね。やっぱりもうすぐ。なんかちょっとドキドキするね。まあ、ドキドキしますよ、 HP3 しかないですしね。まだバビコ買いに行った方がいいかな。これでやっとお家に帰れるね。帰れますね。ええ、ついてこないの。いいの？待って、来ないんだ。なんでもない、元気でねって言いたかっただけ。引き止めないんだ、行かないでって本当はここで言うつもりだったんですよねきっと。ただもう元気でねって送り出す姿勢。アルフィーもちょっと正義側についたか。そうか、うん、ダメ、もうこれじゃ無理。私
嘘ついた。人間一人の魂だけじゃバリアを抜けられない。え？無理なの？どうすればいいんですか？人間一人の魂とモンスター一人の魂がないとダメなの。なんでだよ。いや、いらないでしょ。誰だよそのバリア作ったやつ。人間は顔パスで通してくださいよ。え、どういうことですかそれ。だからあなたがお家に帰るにはあの人の魂を奪わないといけない。アズゴアの魂を奪うってことか。アズゴアを殺さないといけないの。え、今まで一人も殺さずに頑張ってきたのにここで殺さないといけないのか。え、なんか選択肢があるんじゃないですか。また殺さなくてもいい RPG ですよねこれ。ごめんね。いや、ちょっとアルフィーさんが悪いわけじゃないですよね。ここはこんないっぱいボタンあるけど一つしか選択肢ないんですか。長いな。すごい登ってるな。おお。おお。小気味いい音楽とか流してくれませんか。ついたか。はい。ここは。なんか色が色あせた感じのセーブポイントがあります。はい。お城のエレベーター。こっち？おお。これはこっちはなんだ。戻るのかな。エレベーターは動いてない。え、ちょっと今回はここら辺で終了にしようかな。ということで最後までご視聴くださいましてありがとうございました。おそらく物語は佳境に来ております。おいてめえら、チャンネル登録を忘れんなよ。ほう。